番組のロゴ。水曜どうでしょうは、北海道テレビ制作のバラエティ深夜番組。通称は、どうでしょう、水道、た、どう、くらなど。シンボルキャラクターは、福助人形。レギュラー放送が終了した2002年9月以降は、再放送の、どうでしょう、リターンズ、水曜どうでしょう、クラシック、水曜どうでしょうプレミアが、 全国各地で放送されており、2007年には全国47都道府県すべてでの放送を達成した。現在も数年に1回のペースで、水曜どうでしょう自体の新作が撮影、作成されており、こちらも北海道での本放送開始を皮切りに順次、全国各地で放送されている。また、番組を再構成、再編集した DVD、水曜どうでしょう。 DVD 全集も発売されている。1996年10月10日に放送を開始。レギュラー出演者の鈴井孝之と大泉洋、ロケーション動向ディレクターの藤村忠久と嬉野正道の4人が過酷な旅を行い、その模様を放送する。番組開始当初は、局内外から、定俗番組の楽園を押され打ち切りとなった、全身番組、モザイクな夜、V3 の後、 半年間のつなぎ番組の予定であり、会社からは全く期待されていなかった。しかし、半年の間に人気が出て、番組が続行されることとなった。放送開始当時は固定の出演者、企画を設定せず、全身番組、モザイクな夜、V3 の延長線上として様々な企画を行っていた。しかし、その中の一つである、鈴井、大泉による旅メインの企画が、 人気となったことから、1997年後半からは、放送する企画のほとんどが旅企画となり、現在の出演者、ディレクターが、ひたすら会話を繰り広げていくスタイルとなった。1999年12月8日の放送では、深夜23時の放送にもかかわらず、レギュラー放送時代の最高視聴率となる18.6%を叩き出し、年末には、 ゴールデンタイムでのスペシャル番組も放送された。番組開始当初から低予算、低姿勢、低カロリーのいわゆる算定をモットーにしている。初期は数回分の制作予算を使って日本国内での企画が多かった。しかし中期から後期になると数ヶ月分の制作予算を一気に使い日本国外への旅がメインとなった。2002年9月25日に レギュラー放送を終了。その際に、今後、一生続けられるペースで、水曜どうでしょうをやっていくと宣言。レギュラー放送終了後は、不定期での新作放送や、過去に放送された、企画の再放送、DVD 化が行われている。また、テレビ放送以外の形でファンを楽しませることを目的として、どうでしょう本の制作や、水曜天幕団による演劇公演など、 様々な番組関連企画が行われている。それまでローカル番組といえば一部を除いてグルメや観光情報を中心とした番組が多かったが本番組の制作スタイルが口コミやインターネットなどで話題を呼び各地のテレビ朝日系列局や独立局への番組販売による放送が開始されるようになり他の地方局でも 同様のスタイルによる番組が制作されるようになった。また、藤村は YouTube で編集の仕方やテロップ SE の入れ方の影響を受けた動画がいくつも見受けられると指摘している。本番組の成功を機に大泉が出演しているおにぎり温めますかや18行こうよなど北海道の民放局で制作されるバラエティ番組が動画で放送されるようになった。また、 番組内で登場した北海道テレビのマスコットキャラクターオンちゃんは安田県が着ぐるみのスーツワクターとして活躍しローカル局のマスコットキャラクターでは異例の全国的な知名度を得ることとなった著名人や芸能人、業界関係者にファンが多いことでも知られる北海道テレビのキー局であるテレビ朝日のクリームなんとかで行われたテレビ朝日社員が好きな番組ランキングでは タモリクラブ、めちゃにイケてる。に次サミーにランクインした。雑誌、クイックジャパンボリューム52で、水曜どうでしょう特集が組まれた際には、吉川浩二、角田、広、佐藤智也、清野徹がファンとして、コメントを寄せた。この他、番組のファンである著名人には、映画監督の本郷勝行、元プロ野球選手の武田正、映画監督の高坂太郎。 声優の下野博士、俳優の山田孝之、ブラックマヨネーズの小杉隆一、ストーンズの松村北斗、シンガーソングライターの佐田雅史などがいる。番組販売、DVD 等の売り上げによる北海道テレビへの営業面での貢献も大きく、北海道テレビの放送外収入は2008年度で約20億円、2014年度は本番組単体で、 約24億円にも達している。特に DVD については、原価焼却済みの映像を二次使用する形のため、利益貢献が極めて高いという。DVD の累計出荷数は500万枚を突破し、オリコン週間 DVD ランキング1位を、バラエティ、お笑いジャンルでは最多となる14作品で獲得している。企画段階では、花と筋肉という案などが提案された。 しかし、すべて却下された後に、鈴井が放送日が水曜日だからと、水曜ロードショーから、水曜どうでしょうと決定。番組作りの姿勢、こんな番組作ってみました。どうでしょうを表現している。そのため、番組タイトルは、どうでしょうとは発音せず、どうで引くショーと発音する。第一回に放送された、東京でのアンルイースへのインタビュー企画の撮影が終わった時、 せっかく東京に来たのにそのまま帰ってはもったいないと鈴井がサイコロの旅を企画した。これが実質的に水曜どうでしょうの始まりとなり、これをきっかけとして特殊な旅番組というスタンスが生まれた。撮影用の機材は基本的にソニーの家庭用ビデオカメラを使用し、基本的に嬉しいのが撮影しているが、前枠、後枠においては放送用カメラを使用し、 本職のカメラマンが撮影している。レギュラー放送後半になると、出演者を撮影せずに風景ばかり撮影することが多くなった。これは、嬉野がカメラを回したまま寝てしまい、出演人の会話を BGM に、ただただ車窓からの風景が撮れていたことがあり、それを、藤村 D が、これ面白い、意外とこっちの方がいいと多く、カットに採用したことが、きっかけとなっている。 これについては、嬉しのいわく、風景の中声がしてくる方が、緊張感なく見られるとのことで、大泉も、車の中でカメラを向けて欲しくない、話しにくいと語っている。また、嬉しのは、主にドラマや映画で用いられる、小津安スジローのローポジションからのアングルを意識して、撮影しているという。旅番組の要素が盛り込まれているものの、低予算を逆手に取り、移動には、 深夜バスやレンタカー、電車を多く利用した。道中に繰り広げられるタレントとディレクターの喧嘩、ののり合い、座席や料理をめぐる醜い争い、トークなどをそのまま放送したところ、口コミなどで面白い番組という噂が広がっていった。愚痴やののり合いは主に企画の爪の甘さに、起因しており、鈴井や大泉の説教、インチキを計画。 実行までの様子もそのままネタとして放送する。観光の要素は一部に含むが、食事や買い物にクローズアップされることはほとんどない。下ネタを含むトークも例外はあるものの、基本的にはカットされている。藤村 D 曰くレギュラー放送当時に放送されていた、真ヌ、電波少年の手法を参考にした、という。開始当初は、 鈴井を軸にした会話が繰り広げられていたものの、次第に藤村が会話に加わる場面が多くなり、番組中期にもなると大泉、藤村の会話を中心に展開されるようになった。同時に鈴井の心境にも変化が生まれ、番組の作風も初期の頃と比較すると様変わりしている。この制作スタイルの変化における過程はミスターのいいじゃないか。運動として、 大泉と藤村のトークのネタになっている。番組でいがみ合っていることの多い大泉と藤村だが、大泉が本当に困った時に頼るのは藤村である。アメリカ合衆国横断第4夜にて、宿泊先のレストランで4人で夕食をとっていたところ、体調の優れなかった大泉は先に一人で部屋へ戻ろうとした。しかし、あまりの体調不良に大泉はレストランを出る。 直前に行き倒れてしまった。その時、近くをウェイトレスが通りかかり、大泉は助けを求めたが、ウェイトレスは無視してそのまま通り過ぎてしまった。死を覚悟した大泉は、最後の力を振り絞り、藤村さんと情けない声で、藤村に助けを求め、それに気がついた藤村がすぐに解放したことを、翌朝の VTR で語られている。企画内容及びその他企画は、 水曜どうでしょうの企画も参照。基本的に番組の企画会議は藤村、嬉野良ディレクターと企画も兼ねる鈴井の首脳陣3人で行われている。一方、大泉は参加を許されていないばかりか、会議の内容、結果についても十分に伝えられない。このため、大泉はほぼ毎回、ロケ初日に行き先及び、企画内容を初めて知ることになる。 企画概要を知った大泉の驚いた顔とリアクションは番組の見どころの一つになっている。レギュラー放送当時、大泉のパスポートは北海道テレビへ局預かりとなっていたため、大泉にとってはロケのスケジュールしか判断材料がなく、決め打ちと称して荷物を用意していた。しかし、その決め打ちは裏目に出ることが多く、代表的な例として、 北極圏突入アラスカ半島620マイルではマントを羽織っただけの上半身裸に海パン姿で旅立ちヨーロッパリベンジでは北極圏を越えるノルウェーで最後まで短パンに T シャツで旅をした一部例外として四国88カ所シリーズやユーコンなどは全企画の罰ゲームして企画されており事前に行き先と大まかな内容は明かされていたまた ヨーロッパ21カ国完全制覇では人道上の配慮によりあらかじめ大泉本人と両親にヨーロッパへ行く旨を伝えている。オーストラリア大陸銃団ではパスポート発給申請の際鈴井の出現によって大泉に行き先を知られてしまった。他にも対決列島は D 人2人のみ試験に出るどうでしょう。日本史は大泉、D 人の三人で 企画会議が行われ、これらの企画は鈴井にも内容が知らされなかった。また、オンチャンカレンダーはターゲットの安田を除いた全員が企画構成に関わっている。視聴者も大泉と同じく企画発表で全貌を知ることになるため、番組公式ウェブサイトでは新作を遅れて放送する地域を考慮し、ネタバレに慎重な態度を示している。実際に、 2006年新作で行った枠取りでは、監修にネタバレ防止に関して釘を刺しているほか、2011年新作で行ったインターネット配信では、視聴開始前に企画名がバレてしまうことを嬉しいのが、報告し、企画名を伏せるように変更した。番組開始当初は、複数の企画が存在し、ビシバシステムのコントや、鈴井、大泉に加え、安田や藤村、 岩村正と道島康平も出演する特撮ドラマ画学戦隊ホワイトストーンズ・アール歌詞を迎えたアーティストインタビューなどが放送された。アーティストインタビューのゲストとしてアン・ルイス、カモン・タツオ、グレー、ボーボーズ、フルーチ・トーコ、今和の清志郎らが出演している。これは水曜どうでしょうの全身番組モザイクな夜 V3 で放送していた。 企画の延長である。権利の関係で、リターンズやクラシックでは再放送されていない。その後、番組開始1周年を境に、鈴井、大泉の旅企画一本に絞り、現在の水曜どうでしょうが確立された。水曜どうでしょうの歴史上、どうでしょう、半年国地方の間には深いつながりがある。番組開始当初は、チ、チェナー、都市国を小馬鹿にしていたが、 サイコロの旅1で最初に訪れた愛媛、松山を皮切りに、サイコロ2では四国九州間を行き来する羽目になった。そして、日本全国絵葉書の旅では、四国の絵葉書を2枚引いてしまい、四国に呼び寄せられていると恐れるようになってしまった。移動中に逆打ちの話が出た際、鈴井が僕らは3回転しよう。と、冗談で発言するが、後に登場する企画。 四国八十八箇所完全巡礼シリーズを本当に3回行うことになる。また、サイコロ6では四国を四天王と呼ぶようになっている。この企画でも大泉の悪い予感が的中し、鈴井の投げたサイコロによって高知、松山に行くことになってしまった。後に四国八十八箇所シリーズや四国 R-14 など四国を舞台にした企画も行われた。 四国八十八カ所が終了した2002年以降、番組では久しく四国に上陸していなかったが、2010年に原付日本列島制覇のロケで8年半ぶりに上陸し、徳島県と高知県を走っている。なお、四国におけるどうでしょうの放送は、愛媛朝日テレビ、瀬戸内海放送、テレビ高知の各局で行われており、愛媛と高知では2021年現在も、 クラシックを放送中である。徳島県では唯一の民放局である四国放送でのネットはされていない。香川県で開催されている佐抜き映画祭では四国 R-14 や四国ロケのシリーズが上映され、藤村、嬉野両ディレクターもゲストで登場し、トークショーも行われた。どうでしょう、班と呼ばれるのは出演者二人と同行ディレクター二人の計四人。 ディレクターの二人はディレクター陣と呼ばれることが多い。番組立ち上げ時点では、鈴井を除いてテレビ番組の出演、制作経験が1から2年程度と浅いチームでもあった。基本的にディレクター陣は主に声だけの出演であり、二人の姿は意図的に映されていないが、画面上によく見切れる。また、この二人で VTR の編集作業、DVD 等のグッズや、 どうでしょう関連イベントの仕事も担当する。藤村は、北海道テレビ本社の社員、嬉野は、子会社である、HTB 映像の社員だったが、2010年4月1日の、組織改編で、嬉野が、本社に移籍、共に、コンテンツ事業室の所属となった。水曜どうでしょうプロジェクト2000、四国 R-14 における出演者は、四国 R-14 を、 参照、初期企画の出演者に関しては、初期企画を参照のこと。また、企画に際して、ロケ先のガイドや、HTB のアナウンサーも重要な役割を果たした。前枠、5枠では、平岸高台公園で遊ぶ、子供たちをエキストラとして引き入れることもあった。DVD 制作スタッフについては、水曜どうでしょう。DVD 全集の項目を、 四国 R-14 のスタッフについては四国 R-14 の項目を参照。1999年1月に開始された再放送版のどうでしょうリターンズは全国テレビ局に販売放送された。北海道テレビではどうでしょう本放送の一時中断後同枠でリターンズを放送していたが2004年5月に原付ベトナム10段までの放送を終え、 リターンズの放送が終了。その後、2004年の新作、ジャングルリベンジの放送を経て、再々放送版となる、水曜どうでしょうクラシックが、第1回から放映開始された。なお、北海道テレビ同様に、各ネット局でも、リターンズ終了後には、クラシックが開始されているが、北海道テレビでのクラシック開始以降は新たに、どうでしょうを、 放送開始したつぼねは、リターンズではなく、クラシックの第1回から放送開始となっている。2021年秋より、水曜どうでしょうプレミアを放送予定。なお、いずれも、大泉、鈴井の旅企画以外の初期企画については放送されない。それ以外についても、各々の,の,の放送局の判断、北海道テレビの意向により放送されない企画がある。 北海道テレビは新作放送について、リターンズ・クラシックの放送枠で放送するため、この関西放送は一時中断する形をとっており、他の放送局も同様の形で放送するところが多い。どうでしょうの再放送版。当初は火曜日深夜のみの放送だった。すべての放送を終えたリターンズの後釜として2004年の新作を挟んで開始された。 再再放送版。こちらも、どうでしょうの再放送版ではあるが、リターンズとの大きな違いは、オリジナルソースからのデジタルリマスタリング制作、できるだけ完全な形での再放送、D ンによる再編集の3点で、初期の企画では2002年1月以降日本放送で導入されたフォントによって、新たにテロップの挿入が行われている。音声は、レギュラー放送時代の企画は、 モノラル放送になっているが、2004年以降の新作は、ステレオ放送で行われている。タイトルは、リターンズと同様、必ずしも水曜日放送とは限らないが、番組名の広まりに鑑みて、水曜どうでしょうの名称を用いた。また、当初では、水曜日以外の放送だったネット局でも、放送する曜日を水曜日に変更したつぼねも複数、ある。代表的な例として、 東京メトロポリタンテレビジョンでは、それまでの月曜日放送から水曜日へ移動された。放送される企画は、サイコロ1から、原付きベトナム1800キロ第8夜、及び DVD 発売特番を除いた、2004年以降の新作まで。エンディングテーマソングは、リターンズ後期と同じく、1、6の、夢旅人2002。2004年以降の新作は、 放送され次第ラインナップに順次追加されており、現時点での新作を再放送した時点で、再びサイコロ1から放送を始めるシステムが取られている。また、リターンズと同様に30分枠で収まるように、再構成が施されているが、リターンズでは、カットされた本放送時の前枠、5枠や、イベント開催やグッズ販売の告知、視聴者プレゼントなどのお知らせは、 当時の雰囲気を再現するためテロップでの注意や、正し書きを挿入した上で放映している。再編集で2周分に分割された回や、どうしても放送できない前枠、後枠には新たに撮影した映像がインサートされる。撮影当時はあまり問題視されなかった、一般人の映像も、肖像権や個人情報保護の観点から問題と、される場合もあり、 ネット配信やソフト化の障害にもなり得るため、空港やバス車内、街中などで周囲に映る一般人の姿や、車での移動中に前方車倉に映っていた車のナンバープレートがぼかし、処理されるなど、リターンズまでは施されていなかった画像処理がクラシックから行われるようになった。また、挿入歌、音楽も権利関係で差し替えているケースが存在したり、著作権の関係で、 映像、画像が一部ぼかし、モザイク処理されていたりする。工場両俗に反している場面があるもの、企画が大泉や安田などの拉致から始まるものなど、リターンズでは放送された企画が、クラシックでは放送されないケースがあり、一部の総集編も放送されていない。また、クラシックで一度放送された企画でも後から、放送される放送局や HTB の都合で、 放送されなくなったケースもあり、クイズ。試験に出るどうでしょうや、原付西日本制覇に関しては、前の放送会にて、制作局側によって、さらに編集が加えられている。2009年4月22日には、北海道地域でヨーロッパ20カ国完全制覇の最終回を放送し、既存の作品はすべて、クラシックでの放送が終了した。 その次週の4月29日から再放送として2週目に突入し、サイコロ1から再び放送を開始した。また、2週目からは2011年の新作、原付日本列島制覇。3週目の放送では2013年の新作、初めてのアフリカがクラシックとして新たに放送されるようになった。北海道では2013年8月14日まで2週目を、 放送し、2013年8月21日から2018年3月14日まで3週目を放送。2018年3月22日からは4週目の放送が行われている。どうでしょうの再々放送版。こちらもどうでしょうの再放送版ではあるが、リターンズ・クラシックとの大きな違いは、クラシックのデジタルリマスター未公開シーンを加えた。 再編集、新作を含め、どうでしょう初の字幕放送。2021年秋に HTB で放送開始予定であり、ヨーロッパ21カ国完全制覇、ヨーロッパリベンジ、ヨーロッパ20カ国完全制覇完結編は放送に先駆けて HTB 北海道オンデマンドで独占先行配信されている。1997年7月8日から2週間。 朝の時間帯に水曜どうでしょうが再放送された。この再放送は、レギュラー放送時の企画、そして番組史において水曜どうでしょうの原型そのものが再放送された唯一の例である。当時、朝の時間帯におけるドラマ再放送枠で放送する作品がなかったため、とりあえずどうでしょうを流そうということだったらしい。この再放送は、 1997年6月18日放送宮崎 C 以外や第2夜の後枠で告知された。この時、この放送のため新たに収録された前枠5枠では鈴井が頻繁に乗り行きのトークで北海道のタイトルを連呼していた。また、第2回の後枠では放送日が水曜日だったこともあり、その日の本編の告知も行われた。この時、 放送された企画は、サイコロ1、粗大ゴミで家を作ろう、当時の旅、サイコロ2、サイコロ3の5つ。エンディングテーマは、藤村がほぼ同世代の奥様に向けた1980年代の洋楽を中心に選曲された。その後、2014年1月2日から3日の2日間、新春お年玉スペシャルを設置。 もういいけどどうでしょうで相棒をサンドイッチしてみたないで、相棒の再放送と合わせて、2013年新作の再放送を実施。朝の放送ではないものの、1997年、以来約17年ぶりに、水曜どうでしょうが再放送された。2020年1月2日の午後にも、うち抜き水曜どうでしょう今年のお正月はずっと、どうでしょうします。で、 クラシック版ヨーロッパリベンジの一挙放送とともに2019年新作が第2夜まで再放送されている。また、北海道テレビと同じテレビ朝日系列局の目、テレも2011年8月1日から3週間、2011年新作の再放送を行っていた。これは、同局が夏休み期間中はワイド、スクランブルを11時台からネットするため、 30分の放送枠が確保できたことにより放送されたもので、このような措置は異例中の異例である。番組ではオープニング後に挿入される映像を前枠、本編終了後に挿入される映像を後枠と呼んでいる。レギュラー放送時は毎週木曜日に撮影していた。当初はいろいろな場所で撮影する計画で、初回の放送は、 北海道札幌市の演山公園で収録。その後も、ロケ先の宿泊地や、局内の空いている、スタジオ、大道具室などで収録していたが、東京ウォーカー第3夜以降は、HTV 社屋の隣にある、札幌市豊平区の平岸高台公園での撮影が、状態化され、北極圏突入アラスカ半島620マイル、第3夜以降は、 現在の定点観測に近い撮影方法となった。また、数本を取りダめするため、企画の放送時期が春でも、前枠、5枠の収録時期が冬の場合、雪景色の映像が流れる。基本的に出演するのは、鈴井、大泉のみであるが、安田などのチーム、ナックスのメンバーや、アーティストインタビューに出演した、道島公平、猿岩石が出演したこともある。 初期は、モノクロに一部カラーの画面に、How do you like Wednesday? の文字を載せ、鈴井、大泉が前日のように色々な場所で、企画の感想などを語っていた。そして、番組開始1年を過ぎた頃に放送された、ヨーロッパ21カ国完全制覇あたりから画面が、フルカラーとなり、鈴井が、企画内容及び前回までのあらすじを説明、大泉はあまり喋らず、 意味のない紛争を行うようになる。番組が23時代の放送になる頃には、鈴井、大泉のどちらか、または二人が紛争するスタイルが確立し、どうでしょうの人気コーナーとなる。番組開始以降、スケジュールの都合により、鈴井、大泉のどちらか一人で、前枠、後枠を行う回があったものの、その後も、説明の鈴井、紛争の大泉というスタイルがしばらく続いた。 しかし、日本全国絵ハガキの旅の迷惑において、旅人の中年男性にセクハラをされる女将姿に、女装した鈴井がノリノリで女装したり、雪面にダイブしたりした。その企画を境に、紛争の鈴井、説明の大泉が、基本的な迷惑、後枠のスタイルとなっていった。なお、撮影地が、平岸高大公園の場合、撮影中に、 敷地内で遊んでいる子供や通行人も収録し、放映される。また、D 人、カメラマン、音声、スタイリスト、小松などの影が見切れることが多々ある。大泉は、止めたりしないのか。特徴を述べたほか、紛争した際に近くにいた子供をふざけて追い回して、泣かせてしまったことがある。収録には、本職のカメラマン、音声スタッフらが参加しており、嬉しいのは、 雑用全般を担当。藤村は収録中の映像をモニター越しで確認している。クラシックではオリジナル版の前枠5枠を可能な限り使用しているが、どうしても使用できない場合や企画が編集によって一周分増えた場合に限り、鈴井、大泉が出演するクラシック版の前枠5枠が追加される。最初期の企画に関しては2004年放送の ジャングルリベンジと同じ衣装であるほか、その他企画では、HTB のスタジオ内で収録が行われた。前枠、号枠に登場するキャラクターの紛争は、主にスタイリストの小松が持ってきたり、作ったり、パチンコで撮ったりしたものである。また、本編や、総集編、さらに一部企画内でもキャラクターが登場する。ここで登場するキャラクターは、グッズとして商品化されることもある。 一部の前枠、5枠や、第1回水曜どうでしょうカルトクイズ世界大会、などの例外を除き、HTV のマスコットキャラクターオンちゃんが、どうでしょうに出演する際のスーツアクターは、安田健が務める。安田が中に入ったオンちゃんが登場する場合、安田さんと書かれた字幕の上に、印をつけ、その続きに、オンちゃんという表記を用いている。また、登場時の前振りとして、 画面に登場する前から、シューシューと空気穴から空気の出る音がしたり、字幕が黄色に変わったりするので、視聴者はこれから誰が出てくるのかわかる場合が多い。オンちゃんの着ぐるみは、後ろのファスナーから人間が入り、送風機で、左後方の送風口から空気を送り込み、膨らます方式である。また、着ぐるみを膨らませた後は、内蔵されているバッテリーで、 送風機を作動させ続け、その膨らみを維持する。この着ぐるみは、帽子の色や、北海道テレビの社名ロゴが異なるものなど数体が存在するが、そのうち一体は、安田専用ということになっている。実際に、レギュラー放送時には、一般イベント用と安田用の二体が存在した。しかし、シェフ、大泉夏、野菜スペシャルの時は、 石狩浜での営業とバッティングしてしまい、安田が使用する分も持っていかれてしまったために、黄色い全身タイツに、簡易音ちゃんという姿で登場した。なお、同局開局40周年記念イベントに合わせて、着ぐるみ音ちゃんに限りなく、同じ仕様の寝ぐるみ音ちゃんを限定品として一般発売した。ただし、これはその名の通り、音ちゃん型の寝袋であり、 空気で膨らませる機能や膨らみを維持させる機能はない。オンちゃんの初登場シーンは、縫いぐるみの置物が212市町村、カントリーサインの旅、2第3や全枠、着ぐるみとしての初登場は前述の、どうでしょうカルトクイズ世界大会だが、この時は同番組のオンちゃんの代名詞である安田は入っていない。本格的な登場は、十勝二十番勝負である。本来、 企画の趣旨は、ゴール後の生放送中の大泉をどうでしょうはが、拉致し、そのまま番組ロケに出発という手はずだったが、大泉と番組に出演していた安田も行きがかり上、同時に連れ去られてしまい、扱いに困った挙句、とりあえずおんちゃんの着ぐるみに入ってろと言われ、この時に初めて安田が中に入ったのである。水曜どうでしょうでは、HTV のマスコットにもかかわらず、大泉。 藤村から時々、恩と呼び捨てにされ、安田が、恩ちゃんに入るようになってからは、大泉から殴る蹴るの暴力行為を受けたり、さらには鈴井から蹴られることもあった。恩ちゃんが大泉に反撃して殴りかかったこともある。ものの、ほとんどの場面で、大泉に帰り討ちにあっている。局のマスコットでありながら、かなり雑な扱いを受けており、ミミズを見つけた鈴井からは、食べる と聞かれ、大泉からは、バカみたいに膨らんでないでたまには何か動きつけろよ、バカ。と罵倒を受け、挙句の果てには、誰よりもやる気ないのはこいつ。じゃあ、なんでそんなに黄色いんだよと言いがかりをつけられている。しかし、その存在の扱いと、愛嬌ある顔立ちのギャップ、そして安田の荒れっぷりから、水曜どうでしょうの枠を超え、日本全国でも、屈指の名物かつ人気キャラクターに成長する。 元々、オンちゃん自身は、HTB 開局30周年のために1年間限定で、使われる予定だったが、人気の高まりとともにその期限もなくなり、同社のマスコットキャラクターになるまで昇進した。どうでしょうでは企画の都合上、もしくは局のイベント等で、着ぐるみが貸し出し済みのため使用できない時には、簡易型オンちゃんマスクを安田が着用する。簡易オンちゃんは、 どうでしょうのスタイリスト、小松エリコの母が作成した、おんちゃんの姿をした黄色いズキンであり、安田の顔が出る。また、ただこうむるだけなので機動性は抜群である。場合によっては、黄色の全身タイツを着用することがある。簡易おんちゃんの初登場は、セフ大泉クリスマスパーティーである。それ以前は、安田がそのままの姿で企画に参加するものの、編集で顔に、直接、 モザイク処理された上、オンちゃんの画像が被せられるというもので、番組上で安田の顔が出ることはなかった。ただし DVD 版においては、モザイク処理されていない安田の顔が一瞬だけ見切れる場面がある。簡易オンちゃんになった時の安田は飲酒、出演を藤村に咎められ逆切れする、この社長男とこじゃ食えないと所属事務所社長である鈴井本人の前で、 愚痴や不満を吐くなど、時に、マスコットとは思えないような行動を見せ、この荒れっぷりが後に人気を得ることになった。後に、簡易オンちゃんは2007年1月に市販化された。HTB オンラインショップでは、初回が即日完売、3日後に販売が再開されたが、それもすぐに、売り切れ、同年の4月まで生産が追いつかない状態となった。サイズは、大か、小のいずれかで、 パッケージに入っている新品字には顔の見える部分の台紙に安田の顔が印刷されている2008年11月にも再発売されたがわずか2日で完売となったその後2012年2016年にも再発売されている登場初期は着ぐるみを膨らませるのに時間がかかってしまうため着ぐるみを膨らませたまま車に乗り込んでいたその際 オンチャン慣れした安田による最大の見せ場として、膨らんだまま車に乗車するシーンがあり、基本的には、背中から無理やり体を押し込むか、体を少し絞ませて、前から乗車する。この乗車方法を、後に登場するノウちゃんに手本として見せつける場面がある。しかし、常に膨らませていると、バッテリーが切れてしまうので、VTR が回っていない時などは、 バッテリー切れ防止のために送風ファンのスイッチを停止するようになった。しかしながら、常日の着ぐるみを膨らませない状態は、着ぐるみ内部を蒸し風呂のようにしてしまうため、安田は一度脱水症状になったことがある。安田、大泉と同じチーム、ナックスのメンバーである、おとうたくしんが、ブラックノーちゃんとして、オンちゃんのライバルで、同じく HTB マスコットキャラクターのノーちゃんの着ぐるみ、 または、簡易脳ちゃんを着用して登場する。簡易脳ちゃんは、防寒用のフルフェイスマスクをベースに、目の位置にある N、O と口の部分に穴が開けられ、マスクの後ろには尻尾がついている。ただし、見た目は目出し帽となっており、簡易脳ちゃんを被っている限り、お父の顔が出ることはない。チームナックスお父さん脳ちゃんとして登場したのは2001年。 釣りバカ対決第3回表情若さぎ釣り対決2と2002年薬島24時間耐久魚取り対決の2回である番組冒頭で流れるテーマ曲は番組オリジナルの水曜どうでしょうタイトルまたは How do you like Wednesday というタイトルである作曲者はピアノ調律師を本業とする川岸秀樹リズムはドドンパ 北海道テレビのモバイルサイトでは、この曲の着メロを無料ダウンロードできたが、現在は終了している。1、6の夢旅人は、樋口良一が作詞、作曲を歌唱を手掛けており、番組内外の様々な場面で使用されている。番組内で流れる緊迫したメロディやスリルを与える BGM 効果音には、映画、ガメラの楽曲が多く使用されている。 番組内で使用されている代表的な BGM は以下の通り。著作権や音楽使用料の関係で二千十年以降に制作、発売された新作や DVD、インターネット放送においては BGM の差し替えや自社制作などの対応がされている。DVD の第十弾以降の予告編 BGM はどうでしょうファンの音楽プロデューサー、本間秋光作曲による オリジナル音源を使用している。BGM 変更に至った経緯として、藤村が本間に対し、ガメラの音楽を、どうでしょうのオリジナル風にアレンジするように作曲の依頼を出していた。しかし、本間からの返答は、だったら、全く新しい曲でやらせてほしいといった内容で、藤村、嬉野の D ンは、ガメラの音源は、どうでしょうにとって欠かせないとの認識を持っていた。 当初はファンからのバッシングを危惧し、BGM の変更に躊躇したが、番組のファンである本間の強い要望から新たな音源が制作された。この音源の完成当初は無題だったが、ドラマ、歓喜の歌のサウンドトラック CD に収録されるにあたって、藤村が水曜どうでしょう予告編と命名した。イメージは宇宙戦争。予告編 BGM の変更に伴い、 第10弾以降の DVD 及び、原付日本列島制覇、東京紀伊半島高知以降の予告編では、本間作曲による音源が使用されている。番組開始当初は、ニプラトーンの、熱帯夜がエンディングテーマだった。鈴井高行と大泉洋が商店街で、ファンに追いかけられる PV をバックに、エンディングが流れていた。水曜どうでしょうシリーズは現在、 北海道をはじめテレビ朝日系列局を中心にして多くの地域で放送しており全国制覇もなしている詳しい放送時間や放送開始時期については公式サイト内の一目でわかる水曜どうでしょうシリーズを放送している全国テレビ局一覧に記載されている2010年7月以降アナログ放送においてすべての番組が169レターボックス化された このため、構成サイド映像でないものについては4、3の額縁放送になる。2011年の新作からは16、9フルハイビジョンの放送となった。クラシックを2周放送したツボネについては、サイコロの旅、ジャングルシリーズ、ヨーロッパ編などをダイジェスト版にした、総集編をクラシックとして放送しているところもある。2019年8月現在の情報。 理工など詳しい情報は次の表を参照。水曜どうでしょうクラシック4週目放送中水曜、どうでしょうクラシック3週目放送中水曜どうでしょうクラシック総集編放送中2021年7月現在、クラシックは以下の放送局で放送されている。新作の放送状況については、クラシックでの放送も含む。また、今後の情報、 現在の状況などについての詳細は別記クラシック等のレギュラー放送を一旦終了したツボネは同じ HTV 制作で大泉が出演、鈴井が企画、構成のおにぎり温めますかに切り替えるツボネもあれば全くの別番組に切り替える曲等様々である。インプレス t v のインターネット配信により一部企画を放送エリア以外でも見ることができたが、 同サービスは2008年9月末に終了。これに代わり、同年9月1日から、h t b オンブロードバンド南平岸、夢見る広場、が配信を開始、2009年11月27日のサービス終了まで配信された。2011年の原付日本列島制覇では、北海道テレビでの放送15分後に開く扉、光 TV、 ジェイコムオンデマンドでのビデオオンデマンド配信が行われた。2012年4月2日の HTB 北海道オンデマンド解説以後は過去作品の配信が同サイトで行われており、2013年の初めてのアフリカでは上記オンサービスとツタヤ TV が北海道テレビでの放送45分後からの配信をまたギャオ、ストア、テレビドガッチ、ビデオパス、 ビデオマークと楽天ショータイムイン外一周遅れる形で配信を行っている。また、2014年7月には、水曜どうでしょうと北キャラバン開催の一環で、ニコニコ動画に公式チャンネルを、解説、ニコニコ生放送にて飽きたと青森からのキャラバンの模様を生中継したほか、対決列島の一挙放送も行った。2015年7月17日には、 この公式チャンネルを、北海道テレビの公式チャンネルに統合した上で、原付ベトナム10弾1800キロからヨーロッパ20カ国完全制覇、完結編までの総集編等を除く過去作品の配信を開始したほか、ドデショキャラバン2015の生中継やサイコロの旅、1から3の一挙放送も行った。以降随時イベント開催時には、イベントの生中継と過去作の一挙放送、 DVD 発売時には、藤村と嬉野のトーク番組を配信している。ニコニコ生放送では、毎年、水曜どうでしょうどうでしょうキャラバン開催記念でニコニコ、水曜どうでしょう祭りとして放送される。ネットフリックスでは、2016年から随時、クラシックや新作追加し、見られるようになっている。クラシックは、配信順で各企画がシーズン0と表記される。 そのため、本来の企画順とは一致しない。また、大レイヤではなく、エピソード例と表記される。2013年2月20日より、ビデオマーケットで、携帯電話3キャリアとスマートフォン向けに配信を開始した。アメリカ合衆国のロサンゼルスに拠点を置く、日本語テレビ放送ユナイテッドテレビジョン、ブロードキャスティングシステムにて放送。 現地ローカル局であるくしでエジタル18.2チャンネルを介して視聴できる。放送時間は毎週土曜日20時30分から、ネット局に関する客注を掲載。2000年5月に掲示板、ディレクター人の日記が開設され、2021年現在も続いている。日記は D 人の出勤時に更新されており、新作やイベント、DVD の告知も行っている。 どうでしょうでは、ストラップやキーホルダー、カレンダー、写真集など、これまでの企画に関連した様々なグッズを発売している。いずれのグッズも数量限定のため、発売直後に完売状態となることが多い。レギュラー放送終了後も、新しいグッズが定期的に発売されている。また、バンダイスピリッツの一番くじや、ユニオンクリエイティブ製のフィギュアも発売されている。 グッズは北海道うちに数箇所ある HTB グッズ取扱店及び HTB オンラインショップで販売されているほか一部はローソンラッピーで予約購入できる全国各地では北海道産の食品やマスコットなどを販売するイベントでも扱われたことがある以下のグッズについてはそれぞれの項目を参照番組では大学の学園祭や遊園地でのトークショーや 番組関連の品物を揃えた展示会番組内の企画をモチーフにしたパックツアーなど視聴者との交流を目的としたイベントを数多く企画実施している DVD 発売前日の深夜藤村嬉しの二人で実施されるライブトークタイトルは第一回のみ腹を割って話そうじゃないか主に DVD や同時発売のフィギュア一番くじについて語る 腹を割って話そうとは別に、藤村、嬉野が、岡山県を訪れ、備前焼や大町の地酒を探す、藤屋嬉しい、備前岡山幻の酒と、備前焼を求めて、が、岡山県の公式 YouTube で配信されている。演出やテロップも本番組と同じものを使用しており、動画の最初では、水曜どうでしょう岡山県と表示され、実質的に、 本番組のスピンオフとなっている。両村内ホールディングス両村内バスカンパニーによる、両ディーと共に、同じ場所を巡るツアーも企画された。水曜どうでしょうを連想させる作品が多数、存在している。どうでしょう、班による研究やコラボが明示されている、主な作品は次の通り。水曜どうでしょう大泉洋のホラ話に関する、カテゴリー。ありがとうございます。